食べながら、どんなシールかをこう見せていきたいと思います。やっぱお菓子いっぱい食えないですね、もう年だな。はい、カフェ&キッチン向井マスターのやりたいことをやっていこう、よろしくお願いいたします。皆さんはビックリマンって知ってます？知ってますよね。あの有名なロッテの、まあ、シール入りのお菓子なんですけども、今回は、そのビックリマンチョコとガンダムがコラボレーションしたこのガンダムマンチョコを買ってみました。あと、ビックリマンと鬼滅の刃がコラボした鬼滅の刃マン、これ2ですね。これちょっと発見したので、ちょっとこう大量にっていうか、まあ結構こうやって買ってみました。で、どんなシールが入ってるのかがちょっとわからないので、ちょっと今開けて食べながら、どんなシールかをこう見せていきたいと思います。まあ多分全部は食えないと思うので、まあ食べれる範囲でちょっとこうね、開けて食べてみたいと思います。ちなみに僕ビックリマンは小学校の頃すごい流行ってまして、シール超いっぱい持ってました。今でも多分家探せば出てくるとは思うんですけども、ヘッドいっぱい持ってましたね。多分価値あんじゃねえかなとか思うんですけど、おっ、いきなりアムロ対シャアが出ました。これ多分最後のアーバーワクーでの戦いですよね。僕ガンダムはもう腐るほど見てるので、これは名場面ですね。うん、チョコが甘いですよね。はい、1個、食べ終わりました。今回はその大食いとかじゃなくても、全部食いますみたいな、そんなことではないので、本当に途中でもうお腹いっぱいになったらもう食うのやめます。ちなみにですけど、今差し歯が取れちゃいまして食えないんですよね。なんかうまく、なんかこっちの方の差し歯がポロって取れまして、今治療中なんですけども、なんか、なんか噛んで奥歯でこう潰そうとしても、この辺の差し歯がないから入っちゃうんですよね、こっちの中に。だからすげえ食いづらいです。なんか錦鯉の長谷川さんがの気分になったような気がします。いや、早く治ってもらえると助かるんですけどね。だけど次はこの鬼滅の刃の方を食べてみたいと思います。食べてみたいと思いますとか、まあ一緒のもんですけどね、ウェハーチョコで。これでも僕ちっちゃい頃ビックリマン流行ってた頃、このお菓子をなんか皆さん食べないで捨てるっていうのが社会問題になってたんですよ。多分皆さん知らないと思いますけど、そういう時代の人なので、で僕はお菓子大好きだったので全部食べてましたけど、お、産屋敷だ、産屋敷加賀屋さんだよね。加賀屋さんですね。まあ、当主ですね。うん、隊長とかいうことしちゃいました。当主です。鬼殺隊の当主です。と娘お二人ですね。うん、いや、鬼滅もこの前土曜日やってましたよね、無限列車。皆さん見ましたか？僕は映画も見に行きましたし、まあ一応今この前のやつも一応録画はしたので、まだちょっと見途中ですけども、まあまたね、これから10月から無限列車編が始まって12月からは遊郭編が始まるみたいなので、まあ楽しみっちゃ楽しみですよね。うん、まあ食ってるところはちょっと全カットしとくので、見ててもつまんないと思うので、ちょっとまた、今からこれまた完食したいと思います。今やっぱちょっと一口ぐらい食うところをね、見せないとね。うまい。
まあ、2つ目食べ終わりました。あと1個ぐらい食べたね。あと1個ぐらい食べて今日はとりあえずもう動画撮影終わりにします。じゃあどっちもかな。じゃあガンダム、またガンダムでいきたいと思います、ね、ガンダムもね、また年明けたらアニメ放送始まるみたいだし、なおかつククルス・ドアンの島が映画化するっていうのはね、この40代の人にとってはもう激アツですよね。あのアニメはククルス・ドアンの島っていうのはめちゃくちゃ多分40代30代後半から40代ぐらいの人にとっては激アツの物語だと思うので、ぜひ、ね、映画が始まったら見に行きたいと思っております。おお、車線を避ける服です。意外に活躍しなかった車線を避ける服。うん、ガンダムが出て欲しかったな。ガンダム欲しかったな。まあかっこいいんですけどね、ゲルググも。あー、やっぱお菓子いっぱい食えないですね、もう年だな。まあこんな感じで今回はゲルググと投手の産屋敷さんとあとはアームの大社の3枚とりあえずゲットしました。全24種類あるみたいなので全部揃えられたらいいなと思っております。ただこれいつまで売るのか、もうこれ実は最後の方だったらもうアウトだしよくわかんないですけども、まあ、ね、全種類集められたらまた動画撮ろうかなと思いますのでお楽しみに。ってことで、今回の、動画、ガンダムマンと鬼滅の刃マンのシール、どんなものが入ってんだろうという検証でした。よかったらチャンネル登録と高評価お願いいたします。コメントも、どんどん募集してますので、自分もガンダムマン買ってますとか、俺こんなシール出たよとか教えてください。よろしくお願いします。お菓子食ったから喉に詰まってます。それではまた次回お会いしましょう。じゃあねー。